こんにちは、まめこです。今日は業務スーパーでまとめ買いしたお肉の下処理をしていきたいと思います。今回購入したのは特用ウィンナー 1kg460円、鶏もも肉 100g68円のものを 1.5kg 分、牛しゃぶしゃぶ肉 100g148円を 840g、豚ロース切り落とし 100g88円を 626g、 豚肉生姜焼き用 100g98円を 507g 購入しました。ではまず特用ウィンナーから小分け冷凍をしていきます。まとめ買いした日の下処理はやることがたくさんあるので、まず簡単な作業からやっていきます。特用ウィンナーは 1kg 分入っているので、そのままだと消費期限内に使い切れないため、半分くらいは小分けにして冷凍しています。冷凍保存する分は6本ずつ小分けにしました。もう半分はそのまま消費期限内に使い切れる量なので、ジップロックに袋ごと入れたらチルド室に入れておきます。ではお肉をまとめて下味冷凍していきたいと思います。あらかじめ何品作るか決めておいて、その分のジップロックに作るメニューを書いておきます。ではジップロックに調味料をまとめて合わせていきます。そのままだとジップロックが倒れるので、ボウルにセットして倒れにくくしています。まず一品目は豚肉の生姜焼きです。醤油、酒、砂糖をそれぞれ大さじ2ずつ入れたら、ごま油を小さじ1ほど入れ、生姜のすりおろしを大さじ1入れます。次は鶏ももの唐揚げです。生姜大さじ1、にんにく大さじ2分の1を入れ、醤油、酒をそれぞれ大さじ2、粉末の鶏ガラスープの素とごま油をそれぞれ小さじ1ずつ入れています。牛肉プルコギの味付けです。こちらはいつも作っている豚のプルコギと同じ分量で作りました。醤油、酒、ごま油をそれぞれ大さじ2杯、みりんとコチュジャンをそれぞれ小さじ2杯ずつ、最後にニンニクを少し入れて完成です。次は鶏もものハニーマスタードです。こちらは下味冷凍にするのは初挑戦だったんですが、解凍後に焼いてみたらちょっと味が物足りなかったので、焼いた後の仕上げで少しハニーマスタードを追加するとちょうどいい感じでした。子供も食べやすいようにヨーグルト大さじ2杯、ハニーマスタード大さじ2杯、醤油小さじ2杯で味付けをしています。味付けが終わったので、ジップロックにお肉を入れていきます。今回買った牛肉は牛しゃぶと肉じゃがにも使う予定なので、その分は小分けにして冷凍しておきました。残った牛肉をプルコギ用の味付けに入れます。次は生姜焼き用のお肉です。下味冷凍も生姜焼きの味付けなんですが、この日の夕飯も生姜焼きにしたので、夕飯用のものはバットに避けておきました。残りは下味冷凍用のジップロックへ入れます。次に鶏もも肉を処理していきます。2枚はそのまま冷凍するので、水分を拭き取ったらラップで包んで冷凍しておきます。では下味冷凍用の分を切っていきます。油の部分を取り除いたら適当な大きさに切っていきます。2枚分をハニーマスタード味のジップロックに入れたら、唐揚げ用の2枚も切っていきます。唐揚げは解凍後に汁気を切って、片栗粉と小麦粉を1対1で合わせたものをまぶしてから揚げています。だいたい鶏もも肉2枚分だと片栗粉と小麦粉それぞれ大さじ3ずつくらいで足りる感じですね。よく揉み込んだら、下味冷凍用のジップロックは冷蔵庫で1時間ほど置いて冷凍庫に移します。もう一品はミルフィーユとんかつを下味冷凍したいと思います。
まず翌日使う分のお肉をパッドに分けてチルド室に入れておきます。今回はチーズを中に入れたいと思うので使う分だけボウルに出しました。薄切りの豚ロースを 3,4 枚ずつ重なるように並べたら、真ん中にチーズを置いてくるくると巻いていきます。あとはひたすら同じものを作っていく感じですね。巻き終わったら衣をつけておくんですけど、ここで塩コショウしておいた方が良かったですね。すっかり忘れてました。今回はパン粉に青のりを混ぜてみました。プラモデルのプラスチック、小麦粉をまず全部にまぶしたら、卵とパン粉をつけるところまでやってしまって、あとは冷凍しておきます。食べるときは冷凍庫から出してそのまま揚げるだけなので、疲れているときや時間がないときに便利です。冷凍庫から出したときにくっついていると調理しにくいので、なるべく重ならないように並べてジップロックに入れたら冷凍庫へ入れます。はい、ということで今回の下味冷凍はこれでおしまいです。お料理があまり得意ではないため、いつも同じようなメニューになりがちなので、皆さんのおすすめレシピがあればぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。